はい、今ねグランピアンズに行った帰りなんですけど、見晴らし台があるっていうね看板があったんで、来てみました。誰もいないです。でここにねなんか説明があるんですけど、はい、ということでちょっとね登ってみたいと思いますけど、すごい鉄の塊です。ちょっとこれね今から登っていきます。はい、ダント橋で、はい、うわすごい景色、いい感じがしてきました。おなかなか本当に景色いいわこれ。はい、あのメインの道路通らずにね、ちょっとあの田舎道をわざわざ通ってきたんですけど、はい、これはすごい、はい、太陽が出てるということはあっちが北っかですね。はい、メルボルンはどっちだろうということで、はい、ちょっと携帯電話で、はい、地図、じゃあ僕が今見てる方はこうやったんやのか。ということは、はい、メルボルンはこっち、はい、全然わかんない。あ、ここに書いてるわ。はい、バララット、左側、はい、メルボルンどこだ。あっちの方のはずだけど、はい、まあとにかくねすごく景色のいいとこです。はい、僕の車とトレーラーが見えてます。はい、すごいな。はい、ほんとねメルボルンの郊外、ここバララットまであと 2,30 キロぐらいなんですけど、はい、すごい大平原ちゃんと見えます。はい、これ風の音が入るかな。はい、向こうにね、風力発電が見えてます。高速道路は違いますね。はい、ということで、はい、ルックアウトっていうのがねあったので来てみました。本当にね景色のいい展望台でした。はい、はい、多分メルボルンはねこっちの方ですね。はい、すごい広い地平線が見える感じです。はい、入場無料、ぜひ来てみてください。はい、以上です。